とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー初見攻略やっていきます。今回が後編で16回から30回までやっていきますね。では15回の報酬、種に変えていこうかな。いや、いいか、いいや、もうここまで来たら別使わんでいいや。ちょっとね、武器選びに失敗したかもしれません。ちょっとね、武器が失敗したかもな。まあまあそれはもう仕方ないよ。おお、結構出るね。クリーパーが結構出てくるので、ちょっと注意が必要なステージかな。終わり？いや、まだか。あ、アップね。アップな。おい。あ、まだいた。終わりか。まあ、クリーパーちょっと多めだけども、大丈夫。あ、やった！やった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 。武器が両刃斧に変えれます。やったー。こういうのを待ってた。こんな感じでいいかな。別に入れるやつないな。行きましょう。いいね。でも攻撃速度が入った。これは強いわ。たまらないね。よし。おお、いいねいいね、すごくいいよ。重力も入ってるしね。え、終わり？いや、まだだ。ああ、いたいたいた。迷子さんがいるとね、ちょっと時間がかかるので。そうか、最初手前のところである程度戦った方が良さそうですね。これはいらないでしょう。次、18階か。今回のタワーの特徴が、展開が早い。とにかく敵が一気に湧いて一気に攻めてくる感じなので、ちょっと囲まれないようにとか、そういう工夫は、必要ですね。本当にね、敵の、湧き方がね、一気に来る。なので、そこは要注意ですね。でもまあそれぐらいかな、注意点は多分今のところ。後半に向けて何か難しいところがあればね、それも注意したいところですけども。おお、別に何もなし。いらんかな。で、商人、もうこれは防具をずっと使っていっていい感じだな。それでいきます。もう防具だけを上げていきましょう。ボス何が来る？延長ポイント13余ってるけども、別に入れるやつがないので入れてません。なんだ。あ、おお、待って、大幅かい。珍しい。いや、弱っ、弱っ。ああ、いいね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 。森の矢筒とゴーレム変えようか。もうゴーレムのね、パワーも少なくなってる。いいね、森の矢筒のこの攻撃力好きだわ。問題ね、ガスとかなんかがね、ポンと出てきてくれたら、ちょっとピンチになったりするかもしれないけども、別にそれもなし。終わり？特に難しいことなしか？あ、終わり。まだか。これで終わりか。21回クリアでーす。余裕。愛のメダルだ。
愛のメダルはいるよ。効果。はい、次。いけ。おーおーおーおお。おお、なるほどなるほど。ちょっと待て待て。あ、ちょっと待って、火力高え。ちょっと待って、敵の火力結構高いわ。で、変なとこ行くなって。うわー、これちょっとやりづらい。あっち側から戦おう。オッケー。はい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 、あの単体のエンチャンターはやばいからね。あ、単体っていうかあの2体出てくるやつね。よし、行け。終わりに。で、向こう側にエンチャンターがいたよね、いるよね。終わりか。はいはいはい、22回ちょっと敵が一気に来すぎて怖い感じです。いりません。次。おお、なるほど、なるほどね。おいおいおい、急な方向転換やめて。ちょっとすごいな、敵の数がすごい、すごいって。よし、矢はありがたい。終わり。おい、やっぱり展開が早いぞ。一気に来る。こぐでしょう。途中釣り竿あったから、武器を釣り竿仕様にしてきても良さそうね。連射機がある人は釣竿仕様でも全然いけそうです。お、あ、ああ、長弾ついてるじゃん。長弾とちょっとテンポセットぐらいでいきましょうか。いいね、長弾が3つくと多分相当やりやすいはず。いいね。わお、まだまだいる。おーい、よし。お、あー、いた。終わりかな。はい、24回クリアー。いりません。次。いいよ、なんか乗ってきたよ、このスピードの速さに。スピード速い。あ、これね、もしかすると高速周回いけるかもしんない。まあ、ボス次第、ボス次第で高速でいけるわ。よし、どんくらいでクリアできるかな。いや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 、すごいね。いや、面白いぐらい早い。あー、ドラね、いりません。あー、ちょっと待って、パワーシェイカーが再使用時間がある。ちょっとやだ。おお、クリーパーがちょっと待って、結構出てくるじゃん。あ、でも矢を使っていけば問題ねえか。終わり。早くない、早くねえか。あ、いいや、ボーンクラブでいきましょう。で、ここか。まあ、こんな感じかな。いいかな。落石でやられないように注意しますね。なんか機種によっては上から落石が落ちる場所っていうのが分かるみたいで、
避けやすいらしいね。プレステ版は分かりにくいです。うん、弱くない？おーい、嫌な感じの場所。おっしゃ、あとは、あ、まだ来るんかい。結構湧くな。で、火力たっけ。愛のメダル、よし、ナイス、いいね。愛のメダルが使えるのは本当に嬉しいよ。終わり？早い、いい感じすぎる。なんか後々が怖いぐらいに。おお、ここか。懐かしい場所がまた来たな。最近出てないような場所が出てきます。で、クリーパーがここは出るのでちょっと注意が必要か。お、いや、まだないな、さすがにね。いけ。あ、あー、結構出るわ。こんなもん。もう、あれ、そこかい。28回クリアでーす。で、29回商人か。ああ、いります。ああ、いや、ゴーレム持っていってよかったな。愛のメダルじゃなしにさ。で、ちょっと一気に倒す感じにしますか。別に欲しいエンチャはないよね。衝撃波だけ入れとけ。あと1入るっけ。あ、いや、無理か。パワフルだから入らんか。はい、ボスなんだ。大釜は出たでしょう。まあ、ムシルムモンスターズとかそこら、あ、いや違う、さっきがいたよな、前回が。あー、魔物か。問題ない。いやいや、余裕すぎるでしょ。余裕で、こんな早く倒せる？簡単すぎ。今回のタワーね、周回できそうですね。え、多分25分かからないぐらいで、周回いけそうですね、今回は。うん、30回だけども、おお、なんかものすごく展開が早くてスピーディーで意外と好きな感じでした。はい、まあ、とりあえず報酬見て終わりますね。いや、いいよ、今回のタワーは。すごくいい。おぉ、ビュン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 ってきた。はい、ソウルフォーカス1いりません。重力パルス、あ、メイス。はい、いりませんね。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。